車のとこか。読者。で。音の槍で倒していく。よし、レベル上がった。結構低いんだよな、まだレベルが。待機。もう一人は無理か。バリアフィールドかけて。よし、これで誰に来てもまあ大丈夫でしょう。あとは近づけるだけ近づいて。こんなもんかね。まあいいんじゃない。敵の範囲内にいる人は全員バリアかかってる。なんとかなるでしょう。バリアかかってても20、15も食らってまうか。弱点だからしょうがないか。あー10、あっばねー。これでもタコ来て落ちてしまう可能性あるな。こっちにするか。長戸先輩、いいダメージ。タコじゃなくてイカだったか。あぶねえ、生き残った。生き残ったよ、ギリギリ。こっちの上はなんとかなりそうだな、これ。もはや、誰の攻撃でも割かし通る感。将来砲18。伝令砲18。なるほど。でもせっかくだからポータル。8、8、3、23発しか撃てないのか、ゆうちゃんのそれ。人型があと3体いるからな。こっちはなんとか通常攻撃で落としたいところではあるが、あるか、フォトニック使っちゃうか、素直にね。フォトニック58落とせる。落としていこう。よーし、早めに使っておくことによって熟練度がデバフ食らってもしばらく動けるでしょう。肉体注入で回復してあげて。さーて、イカをなんとかしておきたい。イカをなんとかしておきたいが微妙にみんな届かなそうな雰囲気あるよ、これ。40、意外と結構火力出んだな。レベルアップ。あと誰かとどめさせる人いません？シールド20か。そうね、誰もいなさそうだね、これね。変動ロケットパンチ25、いくか。あと8なら誰でもいけるでしょうよ。一番レベルが低い子、16、14、13。あなたのレベルを上げたいからシールド操作でとどめを刺してきてください。よし、これで15か。確か16でなんか使えんだよな、これ。違った、全然違った。20とか熟練と23とか。お話にならんわ。小手先のレベル上げではお話にならんやつだ、これ。空気砲。火炎弾、微妙に食らってまうね。オートヒールつけてるから、殴りに行こうか。あと6ね。一番レベルが低い子を、あなたは倒しに行こうか。格闘。12。いいよ。
よーし、右上は安全になったぞ。あとはどう迎え撃つかでございますが、水面面して戦うのも微妙なんだよな。都市部にどうにか引き込みたいところではあるが、ここもここで味方が動きにくくてしょうがないか。とりあえず前に出る。こんなもんで一旦様子を見ようか。あー、これ全軍近づいてきてんのか。これもはや全軍近づいてきてますね。これワンコウ近づいてきたやつから格好撃破していく。ちょっともったないか。音の槍18微妙に落とせねえんだな。微妙に落とせないけど、復興8、まあいっか。あん？ノーダメージだった？ミスった今。ミスったんか今の。もしかして、もしかしてだけど、ミス。将来砲撃つか。 MP をめちゃくそか。一回も使ってないし、しょうがなし。双子の失態は自分で受け持つ。下からも来てんな。とりあえず下に集まっとこうか。集まって集まって、皆さん下に来てください。上の部隊が下に間に合わなそうだな。回復薬はなんとか追いついてこれたか。もう一旦待とうか。これで いいんじゃない。めっちゃ固まってんなあそこ。マップ兵器ぶち込みてー。マップ兵器ぶち込み定感すげえなあそこ。いや、ぶち込みに行くしかねえでしょうよ。ぶち込みに行くしかねえだろうよあれはよ。これ20、20、20か。むしろあなたで、うまいことまとめて殲滅したい。バリアかけてところもあるな。いや、まあこれいっちゃいますか。ドン。人型がすげえ固まってんのが気になるところだが、もう一歩前に出ないとダメか。一気に二人も落とせるなら美味しいよ。前に出て、よしよしよし。このターンこんだけ落とせたの美味しい。ついでに滝音シュートで54か。一人落とせたら美味しいと思ったんだが、うっ。でも反動あんだよな、よく考えたらな。反動あんですね。待て、まあ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 待て。下からも来てん。よくよく見たら下からも来とるやないかい。これ
どうしようかな。あなたのグラブインパクトってのは20か。左の連中やべえな、これやっべえけど、とりあえず近づける子たち近づこうか。粘土マシンガンパンチ、あ、これも範囲か。なるほど、あなたもマップ兵器覚えましたか。優秀、優秀だが、どうしよっかな、これ待機でいいか。クレーンで持っていこうかとも思ったが、あ、あなたもこれマップ兵器。へえ、どんどんみんなマップ兵器覚えていくね。いいよ、優秀じゃないですか、それ。優秀じゃないですか、なんだが、左側どうにかもうちょい落としてえな、これ。もうちょい落としたいんだが、誰も手が出せない。バリアかけて、とりあえず。いや、結構射程バリバリ突っ込みすぎた感は否めない、否めないな、これな。若干やってしまった感は否めないが、仕方ない。13ぐらいなら落とせるか。9、グラビトンインパクト20、重力攻撃ってことかい、それ。よしよし、レベルも上がって、もう一ターン、なんとか。なんだこれ、細胞高速複製体、生物の傷を無差別に修復する粘波。どういうことなの。回復で肉体複製とは何か違うの。射程、別に範囲があるわけでもなく、無差別、敵も回復することができるっていうことなのかな。うん、細胞高速複製体、ちょっとわからん。誰かにやってみるか。もう言うほどヒットポイント減ってる子はそこまでいないんだよね、これ。シャアなしだな、これ。一旦これで前衛落ちちゃうかな、これ。あ、意外とそっち来る、それはそれでありがたい。意外とめっちゃゆうきくん狙われるね、これ。防御力が低いということが単純に。ネズミ、バリアかかってても6食らう。ヒットポイントがあるから全然余裕。アクアガン、アクアミスト、アクアガンでいいか。わお、変える。強固に来る分には全然いい。対特殊生物化学弾撃ってみよう。こんな街中で作って大丈夫なんだろうか。やばくねえか、毒みたいになったな。あー、ゆうきくん、二
2人目のキャラ落ちだな。イオンビーム18しかダメージ与えられんな。ヒートショットは7。イオンビーム打ってみるか。18。格好動はかっこいいが、うわ25も食らう。こっち使うか。回復した方がええな。3しか回復しねえこれ。千代子持ちちゃうかこれ、もしかして。あ、おお、うわー、千代子落とされたの致命的。なんだよこの敵、体が金属みたいに硬え。私たちの体も似たような感じになってるよ。近接タイプなのにあの人突きも防御も下手だ。不安になってくるな。お前死んでんだろ、最初のターンで落ちただろお前。まったくこれどうしよう。とりあえずここに一発ぶっぱする。ダメージ通んのゼロじゃねえかよ。こっちの方がいいか。であなたの、あなたもこれ範囲攻撃。範囲はさ、でもこれどういう範囲タイプ、十字型って書いてあるけど、どういうことなんでしょう。十字型には見えないんだが、範囲が。一旦セーブしてみよっか。ワンチャンこれ4体巻き込めね、これこの感じ。あ、巻き込めるじゃん、強ーい。一気に敵の数を減らしたものの、人型がめちゃんこ残っております。あなたタオキンシュート54。どっちも落とせんな。人型の方落としに行くか。貫通、よしよしよし、落とせたが、すごい、かっこいい。人型にも通用するよね。これなら人型もかなり頼られてるあいついないと困る戦力なのか。そういうわけでもないと思いますが、アームソードニードル12か。他まともにダメージが、あなたまだ熟練度返ってきてないよね。帰ってきてる。打つか。フォトニック58。落としちゃいましょう。これであと人型一体だな。よしよし、いいぞ。千代子が落とされた時はどうなることかと思ったが、なんとかなりそうだ。フリーズ操作かっこいいね。ロケットパンチ届く。攻撃しようか。もう MP ないしな。で下のやつね、ケミカルサンダーからのあなたでとどめを刺しに行こう。12、いいよ。さーて残りはもうちょっと、多分なんとかなりそうだが、結構ボロボロだねこれね。割かし格闘明かり残しておきてえな。次誰に攻撃来るかな。これ25くらいダメージもらっちゃうかな、人型から。もらってまいそうなんだよな。77を回復するか。これ77回復して
無駄にシールド貼って人型の射程からは外れたいが、すげえ範囲広いじゃん。あなたちょっと下がるか。ちょっと下がったところで効果があるのかどうかわからんが、スカイダイブ撃とう。撃ってこう。ナイスクリティカル。あ、おお、そうなるよね。これで3キャラ目か。まだ余裕はあるとはいえ、9しかダメージ通らん。これどうにか人型落としたいが、あ、もう熟練度がマイナス35でどうにもなりませんか。これあなたもどうにもなりませんな。これ困ったぞー。ダメージを通す手段がないぞー、ないぞー。 MP もないぞー。あなたも MP ないぞー。10今日ね、どうしようかね、これね、困りましたね。ゼロ。に。あらら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 、これどうしようかね。とりあえずバリア張って攻めるか。しょうがない。10。どちらにしても会心は出なさそうか。凍傷麻痺、凍傷、状態異常なワンチャンになってくれたら嬉しいな。打ちます。無理だよね。バリア張ってるかな。あなた近接で殴りに行った方が あえてダメージ抑えられる。10、12。近接で殴りに行った方がいいか。9。ナイスクリティカル。あと34。こりゃ困ったよ。0。ダメージ通せるやついない疑惑。0。4。こりゃ困った。0。おーい。困ったぞー。0。困ったぞー。あっちゃーだな、これ。4B11。ちょっと待って、エネルギーシェア、あ、届かないな、微妙にな。アドレナリン注入でイオンビームぶっぱするのが一番いいかなと思ったけど、次のターンで落ちてしまいそうだな。それ他にエネルギーシェアできる人いません。バリアぐらいか。晴れてMP がないんだよな、どっちにしろそれ。2人は動けないし、困ってます。困ってますなこれな。非常に困ってますが、この位置でも反撃してくんだ。6で6に10に死ぬなきっとな。いや、こうしてこうしてアドレナリン注入して
この位置で4ビーム打って16。打ってこの位置ならエネルギーシェアが届く。届かない。そうですか、失敗だったか。だから微妙に敵の射程からは切れたが、ゼロだもんね。こっちを攻撃しに行くか。よしよし、近づかんことには話にならん。1打目、1打目でもいいから打っとくか。この1打目が後に響く可能性はある。ゼロ。さーて、あーギリ落ちない。3。セーフセーフ。お、復帰したか。復帰したらばもうこっちのもんですよ。誰でも落とせる、誰でも落とせるよ。これMP が足りなかったか。タオキンシュート、無駄だけど撃っちゃおう。まだ若干これ余裕あると思うんだよな、味方の死に対して。ナイス回避です。若干時間の余裕はあると思うんだ。これやってみよっか、せっかくだから。あ、範囲、なるほど、範囲回復。ははーん、なるほどね、優秀やん、それそりゃ優秀やんか。射程外から逃げたいけど、これ逃げることもままならんか。回復してあらやことはな、素直に逃げてきてエネルギーシェアすればいいか。15あったらまあなんとか生き残れるでしょうよ。14。マップ兵器でレベル上げたかったけども、マップ兵器使えてかつ MP が残ってる人とかいないんだな、残念ながら。あなたぐらいか。一旦ターン終了で、そこ来ますか。あと7だからセーブして、シールドかけて経験値を稼ぎ、あなたもう MP がなくはない。エネルギーシェア、ちょっとだけでも MP 経験値を稼いでいく。連動クレーン、
あなたでとどめを刺しに行きたい。バリアー、エネルギーシェア、もうやれることがねえな、これ。はーい、皆さん、フレアショックのお時間、フレアショックのお時間でございますよ。どーん、倒しに行くか。グラビーインパクト、よーし、レベなかった。よし、人型も全部倒せた。みんなお疲れ様、どうもどうも。いやー、よかった、終わりましたね。学校に戻らなきゃ。カオンさん、大丈夫だった？私のことはいいからさっさと学校に戻れよ。これからよろしくね。町を守るって状況はよく見込めた。だけどそれ以外は他人なんだから構わないでくれ。いろいろ考えてて混乱してんだよ。あの子、うちの学年じゃなかったっけ？去年私と同じクラスだった。千代と同じぐらいみんなからのけものにされてたんだよね。あの態度じゃそうなっちゃうかもね。前に会った時はいい人そうに見えたけど、大勢いるとダメなのかな？なんだか親近感が。でも動き見てたけど、お世辞にも運動神経は良くなかったね。見た目と違って。やっぱり私もそう思ってた。パンチも遅いし。私の方が足早い気がした。それより学校戻ろ。そうだね。私たちって今この街で一番忙しいんじゃないかな。痛い思いもするし、みんなよくめげないね。正直めげそって言っていいの？言わないで。ぶっちゃけた話、変身道具捨てて引っ越しする妄想してる。でも変身道具って体にくっついてるから取れないんだよね。あはははは。ははは、だな、本当に。オッケー、だいぶ疲れてるね。10時間ぐらい寝た方がいいよ。敵が来なきゃいくらでも休むっての。その頃カオンは。死ぬかと思った、全身が痛い。他の奴らはなんであんなにタフなんだ。まだ夢でも見てるみたいだ。矢島たちはずっとこんなことを。矢島たちはずっとこんなことを。せやな。登校拒否中、学力はかなり高い。勝ち気で協調性がなく、次第に周囲から疎まれるようになっていった。見た目に反して喧嘩は弱い。かわいい。あなた許可できるの？ちなみに。反許可できるんだね。許可して何かいいことがあるかどうかはちょっと確認しておこうと思いますが、今回この辺にしておきましょうか。はい。ということで、戦闘も過激になって味方が落ちることが当たり前になってきましたが、なんとかギリギリクリアできている今日この頃でございます。そろそろ危なくなってきたのではないかという思いを感じつつ、次のパートでお会いしましょう。またね。